こんにちは、Pです。ドラゴンクエスト3、そして伝説へ、13回目になります。はい、今回はね、ポルトガに戻って、王様に黒胡椒を渡して、船を入手したいと思います。この前にね、一回ね、お家に帰ります。スペシャルなね、ムービーが見れます。少し見ない間にまたたくましくなったわね。それで今日はどうしたの？その兜は間違いないわ。これはあの人のお父さんの兜よ。旅立ちの日が近づいた頃、お友達の方たちが贈り物だって持ってきてくれたの。おはようございます、奥さん。いよいよオルテガさんの旅立ちが近づいてきましたね。俺たちには何もできないけど、せめてこれを受け取ってくれ。まあ、この兜は？受け取った時のあの人の決意に満ちた顔、今でも忘れられないわ。大変な旅だったのね。傷がこんなにたくさん。あの時はピカピカだったのにね。ありがとう、この兜を見つけ出してくれて。これからも大事に使ってあげてね。あ、首振ってる。いいのよ、母さんにはあの人との思い出がたくさんあるから。お父さんの兜がきっとお前を守ってくれるはず。さ、お腹が空いたでしょ。今日は腕によりをかけて作りますからね。はい、ちょっと悲しいけどいい話ですね。はい、ではね、じゃあポルトガ行きます。ドラクエはね、お話が本当にいいよね。そなたは確か胡椒を求めて東の地へと旅に出たものじゃったな。はい。してどうじゃったのじゃ。やはりダメであったであろう。なんと持ち帰ったじゃと。うん。はあ、これはまさしく黒胡椒。よくやったぞ。さぞ危険な旅であったろう。よくぞ成し遂げた。その勇気こそまことの勇者のものじゃ。約束通りそなたに船を与えよう。ありがとう。じゃがひとまずそれは明日にするとしようぞ。今宵はこの城に泊まっていくがよい。皆の者、この通り胡椒が届いた。宴じゃ、宴の用意じゃ。ごちそうしてくれる？
念願だった黒胡椒が届き、ボルト側は大いに喜んだ。そして黒胡椒をたくさん使った料理で大いにもてなした。そしてあれやば、負けちゃう。あれ、聞こえますか、私の声が。はい。あなたはここからより広大な世界へ足を踏み出すことになります。海を越えてゆくその旅はさらに危険なものになってゆくでしょう。どうかくれぐれも気をつけてください。これからあなたが行うべきことは、各地に散らばるオーブを探し出すことです。世界をくまなく巡ること、多くの人々と接し手助けすること、悪しき者たちを退けること、それらすべてがあなたをオーブのもとへと導くでしょう。旅の無事を祈っています。良い朝じゃのう。船出には絶好の天気じゃ。早く船に乗りたくて、うずうずしているのではないか。うん。案ずるな。すでに準備はできておる。わい。だが、気をつけるのじゃぞ。あった。海の向こうの国、ジパングやサマンゴサでは、日本を出るんだ。きつな噂が流れておる。うんうん。心して行くがよい。わかった。船のことは城の前の港にいる兵士に聞けばわかるじゃろう。オッケー。わっ、わっ、あっという間に流れる。はい。これ丸ついてるね。こちらがあなた様の船です。うん。でもお気をつけください。海には恐ろしい魔物がいます。あ、海があってね、ちゃんと準備してくれたんだね。闇雲に進むより、まずは南にある灯台に向かうのがよろしいでしょう。これが次の目的なのかな。南にある灯台ね。あそこは多くの旅人が集う場所。何か役に立つ話が聞けるかもしれませんよ。はい、わかりました。おお、あ、操作は私がするの？な、そんな感じだね。はい。お、わあ、しっこー。すごい。かっこいい。けど、名前はないの？ないんだね。はい。ああ、でもね、すっごいね。大冒険の始まり始まり。あとね、調べたんですよ。そしたらね、アープロ島に山彦の船があるらしいんですね。それを最初に入手した方がいいみたい。ちょっと寄り道的なんですけどね。はい、ルーラの、ルールの東の方ですね。に、あるみたいです。じゃあね、向かってみます。あ、ちょっとわからない。乗る。あ、やっぱどこでも乗れるんだね。ああ、最初すごくね、加速するまでちょっとゆっくりするんだけど、加速すると早いね。あら、あ、マーマンだ。クラゲまで出てるから、魚介類って感じですね。ああ、でも、こうに見るとね、イレブンのキャラ使ってるから、すごくね、イレブンをやってるような、錯覚に陥っちゃうな。あ、なんだ、この人。
あれなんか、あ、え、すごいお金いっぱいあったけど、待って、あ、これですね、この真ん中にある、うん、ちょっと白いの、あれ、塔だね、はい、すっごい綺麗、あ、あ、なんか街が見えたかな、なんかそんな気がする。アープの塔のね、金にはアグレメタルも出るらしいです。ちょっとこれ先に行こう。秘密の場所取れるかな、いないかな、あれ夜明け減ってとかだったりする、あー、いないぞ。え、何もない、そんなことないよね。あ、ツーワールだけ、これだけじゃないよね。ちょっと待ってください、今調べますね。秘密の場所、これだ。あれ、ヒメラの翼、あとゴールド、いや、なんか魔物いないんだね。え、じゃあどこかにゴールドがあるらしいよ。え、どれなの、え、見つからない。わからないね。ルールとかの限定とかじゃないね、わかりながらね。ないんだけど。ああ、出ちゃうね。2800ゴールドぐらいがどっかにあるみたいなんだけど、どこだ？あ、また出ちゃった。わからないね。調べるわ、これか。はい、ちょっとこれ分かりづらかったですね。2つですね、キメラの翼とゴールドでした。あ、ちょっと悩んじゃった。2834ゴールド。はい、では待って、大丈夫、塔にね、なんか変わった塔だね。はい、はい、アープのそうだね。はい、これは鍵のとこだね。はい、5階まであって、5階まで上がって、あ、3階の2、あ、で、ちょっとやばくない、ちょっと強くない、怖いんだけど。結構痛いね。あの、こういう、これ通行するからちょっとわかんないけど、通行系の、ね、ダメージしてくる敵、ね、2体同時に攻撃受けるとやばいよね。はい。ちょっと右回りで行くね。特別な理由はないんだけど、どっちも一緒だよね。はい、あのね、上。上だね。はい。まあ、上というか、真ん中の方に行きたいのね。あ、エイミネーターだ。これでもね、ないんだ。見た目だけではわからない。エイミネーターか。仲間呼ぶんじゃなくて。そんな気がする。あ、でも経験値さすがに多いね。はい。あ、ここで入って、
あ、宝箱ある。ん？モヒカンの毛。誰が装備するのそれ。はい、あ、アクセサリー。わぁ。続々ゾンビか。色がね、そうだね。あ、なんか呼んだ。誰だね。毒か。そうだね、毒だな。え、スクープなんかしてる。やば。あ、強っ。飛んでます。今みたいに、今ユウちゃんが HP 減ってるからやばいよね。これはもう戦闘入るとダメージ受けてね。あ、ここしかないんだ。はい、宝箱ね。はい、これです。右下ですね。あ、正解。はい、このまま道なりです。ダーマ。倍切るとした。いや、やば、やばいな。ちょっと HP 回復、ありがとう。あ、すごい、シャダイン。シャダインってあんまり知らないけど、まあ、シャダルクって何かな。上位なのかな。下位なのかな。ね。うわぁ、大丈夫。いや、満タン、多めにした方が良さそうだね。ヌークン系のキャラがいるときは、ほんとやばいですよね。ここは上がって、これは、あ、これこの方だね。この、ゴロつきパターンってのかな？うん、エリミネーター。ルミネーターね、エリミネーター。エリミネーター。こういう、なんていうのかな。こういう系はね、向こうの技してくるから。マホトモでしょ？ベルニカは今魔法通された気がする。魔法封じられたのね。だからね、やっぱり少しまめに HP は確認してないと、左ね、撃っちゃうよね。あ、ちょっと待ってください、これ。これね、右上が正解だったけど、すっごい遠回りじゃん。しかも、これ高くない？あのね、私ね、高所、恐怖症です。苦手だからね。うわ、怖い。これマジきつい。やだ。あ、ほら、マンタン、あ、いや、マンタン押してあるから大丈夫。うわ、怖いなぁ。バイオハザードでね、怖いくせにやったり、アンチャーテッドとか、ルームレーダー。あれ、結構高いところがあるんですよ。まあね、リアルではなかなかそんなところに行けないからね。そういう意味で、うわ、怖っ。体験できるのはいいのかもしれないけど、私はね、ほんと苦手。下見れない。怖すぎだよ。マジかよ。はいはい。これでね、真ん中辺に落ちるみたい。ロープ、あ、ロープだね。ちょっと満タンしようか。大丈夫か。ロープか、ロープは十字キー。あ、ここか、待って、やめて。このまま落ちたら大変なことになっちゃう。エントラーって、ついね、十字じゃない、スティックで操作しちゃうんですよ。これ間違いないようにね、十字キーで操作しないと落ちちゃいます。危ないよ。ロープの独占ってやめて。しかも満タンしたいのに、ちょっと。また満タンすると忘れちゃいそうだから。怖い怖い。あー、伸ばす。すごい名前だね。よくわからないけど。何してる？すごいこと失敗してるよね、この人たち。何？これ倒せた。え、これね、次は重視だよ。間違いないんだね、私。はい。こうだね。で、ここ右。うん、この辺、手前側に落ちる。オッケー。うわ、怖い。あ、
はい、あ、これハブレだよね。そうだね。ハブ、ガブ、食べる気。これ2匹目だね。はい、得意番ね。あれ、はい、この中に、あ、あれあると思う。小さなメダル、あ、出た、山彦の笛。あ、すごく笛みたいな、まあ、笛だからなんだけど、見た目だったけどね。あれ、影のターバン、すごく盗賊系な感じだったね、今ね。あ、やってる人、あ、はい、あの、今ね、魔物使いが着てるのが極獣という装備か、元か装備なんですけど、名前なんだけど、その下に無法物みたいなのがあって、その下は今出た流行ってる装備だね。だいぶランク的にはね、落ちちゃうんだけど、それでも多分強いかな。だいぶ強いね、これね。どう？なんか出たよね、ない、ターボンじゃなくて、あ、いいですね。はい、じゃあこれは一回ね、もうこれでいいと思います。リレーミトだね。ここもルーラーポイントあるのかな。あ、できてますね。はい、マップはね、これね、世界地図で言うとアメリカ西海岸みたいな感じだね、ここね。はい、このね、周りにはぐれメタルがいるみたいです。ちょっとやばいね、ワンタンしとかないと。はぐれメタル出るのかな、この周りに出るってね。はい、書いてありました。出ないから一回だけやってみるね。出ません。しかも名前が違う。ビッグホーン？また違うんだね。で、やっぱり新しい世界っていうのかな、場所だから、モンスターが強くなってるね、明らかにね。わっ！それやめて！回避してくれよ。危ない。危ない。映っちゃうとこだったよ。ないですね。はい、あの、映っちゃう前にね、はい、今回はね、ここで終わりにしたいと思います。次回はね、ね、ポルトガルで言ってた南の方にとかって言ってましたよね。はい、ちょっとそちらか、うん、あのオーブをね、集めるために、あの、この今回大事なものかな。そうだね、これ鳴らしてみようか、これね。あー、こんな感じ。ここでは帰らなかった。ってことはここにはないんだね。はい、で、調べたりもできるし、はい、6つのオーブをね、はい、集めに行くのかなと思います。で、今回はね、じゃあこちらで終わります。はい、じゃあ、またです。バイバイ。